手軽アジアン焼きそば。まずは以下の具材をごま油で炒めます。ウスターソースを絡めて下味をつけます。さらに焼きそばを投入し、以下の調味料をよく絡めて炒めて完成です。ポン酢の酸味と醤油の旨味でお手軽アジアン風味、これで58円。ぜひぜひ皆さんお試しください。